会の挨拶最後になります。日本体育大学憲法学部教授の清水正彦さんです。清水さん、よろしくお願いいたします。今日完全に聞いてないんだけど聞かなかった、本当日本体育大学で憲法を教えている清水です。ちょっと今日全く聞いてなかったので今慌てて来ましたけれども、一言発言したいと思います。で一つ、他の集会でも指摘したんですけれども、この間気になっているのが、8月6日の広島の式典で安倍首相が非核三原則に触れなかったこと、そして、今日の東京新聞朝刊でヨハン・ガルトヌさんが来日されて、ガルトヌさんが言われている積極的平和というのは安倍首相が言う積極的平和主義とは全然違うということを述べておられます。で、安倍首相は法学部出身でありながらよく勉強してなかったし、知的好奇心もなさそうですから、平和学、憲法学で言われてきた積極的平和について勉強する気もないようですけれども、やはりこの間言われてきた積極的平和っていうのはガルトクさんが言われているように構造的暴力をも解消するっていう考え方になるわけです。で、これとの関係で指摘しておきたいのは、もしメモできる方はメモしていただいて、暗記できる方は暗記していただければと思うんですけども、日本国際フォーラムという民間のシンクタンクがあります。もう一度言いますと、日本国際フォーラムという民間のシンクタンクなんですが、ここが2009年に提言を出しておりまして、でこの提言が積極的平和主義を題した提言です。でここで言ってるのは、憲法の平和主義は消極的平和主義、受動的平和主義であって、それに対して日本はこれから能動的積極的平和主義をしていかなければいけない。そして具体的な提案としては、まさにその集団的自衛権行使の容認だけじゃなくて、武器輸出三原則を見直すこと、非核三原則を見直すこと、こういうことを言ってるんですね。で、おそらく安倍首相がこの間言ってきた積極的平和主義、これはこの日本国際フォーラムの提言に沿っているものではないかと思います。で、なぜかといえば、この日本国際フォーラムの参与を彼が務めていたんですね。で、しかも安倍首相は、一衆議院議員やあるいは自民党総裁の肩書きではなくて、なんと内閣総理大臣の肩書きで参与を務めているわけです。これやはり明らかに問題だと思います。で、実際には2004年段階では、日本国際フォーラムのホームページを見ますと安倍首相が参与を務めている、それ載ってたんですが、今はそれが削除されています。で、どういう経緯があったか分かりませんが、現在は日本国際フォーラムの参与ではないようなんですけども、しかし、それまでは内閣総理大臣としてそういう民間シンクタンクの参与を務め、そして憲法を指定するような積極的平和主義を唱えていた、この中身がさっき言ったような内容であるわけです。ぜひ皆さん、インターネットを使える方は今日お帰りになってネットで日本国際フォーラムを検索してください。その中の、そして2009年の提言を見てください。これに書いてあることを安倍政権がこの間積極的平和主義と言ってやろうとしている、すなわち、共産党の小池議員が暴露した倒幕の作った文書、これ明らかに日本がアメリカに追随する対米従属としてこれからやっていくんだという路線であるわけですけれども、もう一つ日本の今の路線というのは単なる対米追随ではなくて、日本独自の発想がある。それは外務省であったり、バックには財界がいるわけですけれども、その考え方が今言った2009年の日本国際フォーラムの提言で明らかになると思います。やはり私たちは憲法があるわけですから、ガルトヌさんが言われるように、私たちがすべきことは9条に従って戦争をしない、軍隊を否定する、そしてさらに憲法全文の観点から、
戦争だけじゃなくて貧困も、しかも日本国民だけじゃなくて全世界の国民の平和的生存権を実現する、それをしなければいけない、そういう役割が私たち日本国民にあると思います。こういう安倍政権が言う非常にインチキな積極的戦争主義ともいえるような格好付きの積極的平和主義を否定し、私たちは憲法の積極的平和主義を実現するってことを言い続けなければいけないと思います。で、憲法研究者では明日この東博が作った文書に抗議する声明を発表します。まあ、こういう形で憲法研究者できることはいろいろなことやってます。ぜひ皆さんもいろんな形で声を上げてください。共に頑張りましょう。清水先生ありがとうございました。